私はアウトフィットへ身を投じ、内情を探った。私はあなたに情報を提供し続ける。あなたに言えばあなたはきっと止めるだろう。私があなたのために組織に投稿したと分かれば、あなたはきっと単身乗り込んでくるだろう。自分の命を顧みず。でもあなたが私をきっと組織から助け出してくれる。それを待つわ。いつまでもきっと助けてくれる。信じてる。私はそれまであなたにエマーヤという名で情報をリークし続ける。あなたは組織を壊滅させ、私は少しずつ鎖から解き放たれる。私の身辺が調査されていた。組織の中の人間が私に疑問を持った。磁気ディスクや紙媒体で証拠を残すわけにはいかなかった。そこで私は組織が目をつけていたメイドロイドを利用した。メイドロイドの機能停止がトリガーとなり、私が今まで育んだ証拠をすべてインターポールへリークすることになる。あとは待つだけだった。あと3日あれば交流は本部に粛清され、私はそのどさくさで逃げられた。けどあなたの才能は私の予想を上回っていたわ。じっとしていても向こうから事件がやってくる。それがあなた。これも運命なのかもしれないわ。明日私はあなたに殺される。だけど勝負には勝つわ。そしてあなたに私の願いを聞いてもらう。組織を叩き潰し、私を鎖から解き放ってくれると信じてる。死は終わりじゃないわ。魂の解放なの。ミント・ミツルギは機械兵の呪縛から、私はアウトフィットの呪縛から素敵なディテクティブに解放されることを祈って。愛する者より。ああやっと事務所へたどり着いたか。血をずいぶん流したはずだから体重は軽くなっているはずだがな。なぜこんなにも体が重くなるんだ。ああ少し腰をかけさせてもらうぜ。だいぶ楽になった。そうだ、胸ポケットに一本あったな。とっておきだ。いい香りだ。疲れた体にしびれるぜ。もうつくづく嫌になったぜ、俺のこの悪運がな。周りの連中をことごとく不幸にし、俺だけはぬくぬくと生き延びやがる。アイドラーの連中にしてみれば使いやすい手駒なんだろうがな。眠くなってきた。まあいいか、一服できて満足さ。少し寝かせてもらうぜ。お久しぶり、アギョー・ソーマ。リョーコ。そうよ。お迎えか。助かるね。
もう一人で立つのも億劫だ。お疲れ様。あなたは十分に頑張ったわ。そして周りの人たちを救っていった。冗談言うなよ。俺の悪運が周りの人間を巻き込んでいったのさ。あなたはみんなを救ったのよ。だったらいいがね。アギョーソーマ、約束を果たしに来たわ。約束？何の？あなたの心からの渇望を私が一つだけ叶えてあげる。今ならもう言えるのではなくって。かもな。心に秘めるあなたのたった一つの願いは何？一つだけなら決まっているさ。それは、やっぱりあなたは素敵なディテクティブだったわ。あそこから持ち直したというのか？信じられません。奇跡だ。そうま、私だけの素敵なディテクティブ。Thank you.